サリュート6号、ロシア語、マイナス6、ラテン文字表記、サルート6、ロスマイナス5は、ソビエト連邦の宇宙ステーション。サリュート計画の一つとして計画され、1977年9月29日に、プロトンロケットで打ち上げられ、第二世代最初のステーションとなった。サリュート6号の全体的な設計は、以前のステーションと似ているが、 にもかかわらずいくつかの革新的な発展を遂げており、2個目の、ドッキングポート、新しいメイン推進システム、ステーションの主要な科学観測器具、BST-1、M マルチスペクトル望遠鏡などの発展が見られる。特に、ドッキングポートが2つになったことによって、宇宙空間でのクルーの引き継ぎと、貨物輸送船プログレスによるステーションへの補給が可能となり、これは、 短期訪問用ステーションから長期滞在用のステーションへの計画の変化もたらし、マルチモジュール型長期研究ステーションへの移行の開始となった。サリュート6号は1977年から1982年まで運用され、この間、サリュート6号では5回の長期滞在と11回の短期滞在が行われた。この中には、インターコスモス計画の一部として、 ワルシャワ条約機構の加盟国の宇宙飛行士も参加した。これらのクルーは、サリュート6号の天文観測、地球資源観測、宇宙への人間の適応の研究など、主要ミッションの実行の責任があった。これらのミッションが終わり、サリュート7号の打ち上げが成功したことで、サリュート6号は打ち上げ5年後の1982年7月29日に、 軌道から外されて、大気圏に再突入、破棄された。サリュート6号は、プロトン 8K82K によって1977年9月29日に打ち上げられ、技術開発用のステーションからルーチングに用え、また、以前のステーションの効率的な要素を良いとことりしたものになった。広報システムは、ステーションの軌道を描画するデルタ半自動コンピューターと、 姿勢を操作するキャスキャドシステムから作られており、これはサリュート4号で使われたものを基礎としている。電力システムもサリュート4号を基礎としており、可動式の3組のパネルからなる51平方メートル以上の面積のソーラーパネルによって、最大4キロワットの電力を発電した。ステーションの熱制御システムもサリュート4号で使われた。 物の派生型で断熱材とラジエータの組み合わせで温度環境を制御した。加えて、サリュート3号で初めて使われた環境制御装置が利用されている。姿勢はジャイロダインを使用して制御する方式となり、これはこのステーションで初めて試されることになった。サリュート6号。プログレス宇宙船がソユーズガの位置にドッキングする。 しかし最も特徴的なのは、新たに、ステーションの船尾に加えられた第二ドッキングポートであり、これによって一度に2機の宇宙機のドッキングが可能になり、船内に、すでに滞在クルーがいる期間でも、短期訪問者を受け入れたり、滞在クルー同士の引き継ぎもできるようになった。この引き継ぎは、次の滞在クルーを乗せた、宇宙船が到達してから、 前の滞在クルーがステーションを離れることができるようになるため連続的な滞在に一歩近づけるようになった。サリュート6号の最初の長期滞在でアメリカのスカイラブで達成され長年保有していた84日間の長期滞在記録を破って94日間を達成し4回目の長期滞在では記録を185日間にまで伸ばした。いくつかの訪問滞在は インターコスモス計画の一部として行われ、ソ連以外の宇宙飛行士が参加した。1978年に滞在した、チェコスロバキアのウラジミル・レメックがアメリカと、ソ連以外では、最初の宇宙飛行士となり、その後もポーランド、東ドイツ、ハンガリー、ベトナム、キューバ、モンゴル、ルーマニアの国の宇宙飛行士が、サリュート6号を訪れた。 二つのドッキングポートの内後部のものは配管も取り付けられており、プログレス補給船によるステーションへの補給を可能にした。プログレスは、ステーションの物資を保つために補給品と予備用品を運び、クルーが常に有意義な科学実験を行うことを助けた。全部で12回プログレスが送り込まれ、20トンを超える機材、物資、燃料を補給した。 ドッキングポートの追加によって、サリュート3号、サリュート5号で使われたアルマースに由来するツインチャンバー推進システムが採用され、それぞれ2 8キロニュートンの推力がある2つのエンジンノズルが、線尾の両端に装備された。また、統一推進システムを導入し、エンジンとステーションの姿勢制御スラスターの両方に、共通の圧力タンクから推進薬である、 非対称ジメチルヒドラジンと4酸化に窒素が供給され、プログレス補給線の燃料補給機能が最大効率で利用可能になった。エンジン全体と燃料貯蔵アセンブリはステーション後部の費用圧区画に設置されており、直径は弱圧区画と同じであった。以前のステーションで使われていたソユーズ宇宙船用のエンジンから交換したことにより、 ステーションの全長はほぼ同じ長さに抑えることができた。船外活動を可能にするために、サリュート6号は全部のトランスファク角の側面に内開きの船外活動ハッチを持っており、これによってサ、リュート4号で使われたシステムと似た方法でエアロックとして使うことができた。このコンパートメントには2台の新しい半合体タイプの宇宙服が装備された。 この新しい宇宙服は、初期の宇宙服に比べ動きやすく、緊急時には5分以内で着用が可能となった。住環境に関しては、以前のステーションよりも相当な改良が行われ、機械類は、防音を考慮したものになり、クルーには睡眠用の管理区画が提供され、シャワーやより広い運動室を装備するようになった。当初から左リュ号に取り付けられていた主要な、 観測機器は BST-1M マルチスペクトル望遠鏡で、これは赤外線、紫外線、サブミリ波の領域での天体観測が可能で、直径1.5メートルの反射鏡を利用した。この望遠鏡は約摂取269度の極低温環境で使われた。望遠鏡はサリューと6号が地球の影に入る間だけ運用され、昼間の領域ではカバーを閉じていた。 もう一つの主要な観測機器は、地上観測用の MKF-6、M マルチスペクトルカメラであり、地球資源の観測を行った。カメラは、最初に飛行試験した、ソユーズ22号のものから改良されており、165、220km の範囲を撮影することができ、解像度は 20m まで上げることができた。 1200フレームのカセットで同時に6バンドの波長域で画像を撮影することができる。このカセットは放射線の影響によって曇るため定期的な交換を必要とした。また、焦点距離 140mm の K と -140 一体地形図カメラは、これは 450-450km の範囲を撮影可能で、 カシコと赤外線の領域で50メートルの解像度を持っていた。これは遠隔操作、クルーによる操作のどちらも可能であった。このように、ステーションの写真撮影機能は後半であり、ソビエト農務省はカメラの能力を試験するために、いくつかの特別に選ばれた作物を、ウクライナやバイカルコ近郊の試験場に植えていた。サリュート6号は科学機能を、 さらに拡張するため、観測のための20のポートホール、機材を宇宙に露出させたりゴミの排出にも使える2機の科学エアロック、生物学的実験を行うための様々な装置を装備した。サリュート6号の飛行中に、プログレス補給船によって、パラボラアンテナと5つの放射系からなる、KRT-10 電波望遠鏡が届けられた。このアンテナは、 後部のドッキングポートに装着した状態で展開された。このアンテナの制御機器はステーション内に設置され、アンテナは天文学と気象科学観測に使われた。初代プログレス補給船、1978年にサリュート6号への補給に初めて使用された。サリュート6号は主に友人のソユーズ宇宙船によって支援された。クルーの交代に加え、 事故時の緊急避難にも使われていた。ソユーズ宇宙船はイグラドッキングシステムを使って自動ドッキングを行い、ミッション終了時にはクルーの地球への帰還に利用されていた。サリュート6号は新しく開発された無人機プログレス補給船による補給が可能になった最初のステーションであった。プログレスは選手側のドッキングポートでは 燃料補給用の配管を装備していなかったため、船尾側のドッキングポートにしかドッキングできなかった。プログレス補給船もイグラシステムを利用して、ステーションと自動ドッキングを行った。ドッキング後に宇宙飛行士が乗り込んで内部の荷物が移送され、また、地上での監視の下で燃料をステーションへ自動で補給した。ソユーズ宇宙船とプログレス補給船以外としては、 最後のクルーが去った後、サリュート6号には、コスモス1267号と呼ばれる実験的な、補給宇宙機が1982年に訪れた。TKS として知られるこの補給宇宙機はもともと、アルマース用に設計されたものであったが、このドッキングで、大型モジュールの自動ドッキング能力が証明され、ミールや、国際宇宙ステーションといった複数モジュール型の、 ステーションの建設のための重要なステップとなった。サリュート6号には宇宙飛行士が登場したソユーズ宇宙船が16回到着し、そのうち6回は長期滞在クルーで最も長いものは185日にわたった。居住クルーミッションはエオ、短期滞在ミッションは EP のプレフィックスが付けられた。6回の長期滞在は以下のようなものであった。 1977年12月10日、1回目の長期滞在。ユーリー・ロマネンコとゲオルギー・グレーチコが、ソユーズ26号で、サリュート6に到着、宇宙に96日間滞在した。1978年6月15日、2回目の長期滞在。ウラジーミル・コワリョーノクとアレクサンドル・イワンチェンコフが、ソユーズ29号で、サリュート6に到着、 宇宙に140日間滞在した。1979年2月25日、3回目の長期滞在。ウラジーミル・リャホフとワレリー・リューミンがソユーズ32号でサリュート6に到着、宇宙に175日間滞在した。1980年4月9日、4回目の長期滞在。レオニード・ポポフとワレリー・リューミンがソユーズ35号で サリュート6に到着、宇宙に185日間滞在した。滞在中、モスクワオリンピックが開催され、ライブ中継で、中央レーニンスタジアムでの開会式で宇宙から、開催を祝うメッセージが放送された。1980年11月27日、5回目の、長期滞在。レオニード・キジムとオレグマカロフ。 ゲンナジー・ストレカロフがソユーズ T-3 で、サリュート6に到着。このミッションは修理ミッションであり、期間が他のミッションより短く、宇宙に12日間滞在した。1981年3月12日、最後の長期滞在。ウラジーミル・コワリョーノクトビクトル・サビヌイフがソユーズ T-4 で、到着、宇宙に75日間滞在した。 時間と日にちは、モスクワ時間による日にちと時間は、世界協定時日にちと時間は、世界協定時。ありがとうございます。